はい、こんにちは。西粟倉村の山根です。今日はですね、兵庫県千種町にあるルリ寺というね、猿がいるというお寺に来てみたんですけど、今のところ猿はいませんね。ここはですね、以前僕らがまだ子供の時ぐらいですね、小学生とかその頃に来た時には猿がね、たくさんいた思い出がありますが、ちょっとね、奥に行ってみたいと思います。当時はですね、この辺りに猿がいたように記憶しているんですけど、最近はいないのかな。モンキーパークまで 100m。 ちょっとね、とりあえずせっかく来たんで上まで上がってみたいと思います。すごい岩の上にね、木が生えてますね。猿いませんね。まあ猿がいなくてもね、結構こうね、静かな感じで綺麗な場所なんでね、来てみる価値はあると思います。岩のあたりにね、あ、いたいた。ここにね、いるんですけど、ちょっと拡大してみます。見にくいかな。ちょっとね、近くにいないかな。あ、いたいた。いました。なんかね、寄ってきましたね。ここいましたね。
こんにちは。今誰もおられかったんで勝手に上がってきたんですけど。あ、はい。あ、はい。ちょっと待ってくださいね。車です。はい。今猿にですね、餌を管理人さんが いっぱいいますね。子供の猿も、おお、怖い怖い。猿この辺で寝たりしてるんですか？山で。はい。あー。おー、すごいすごい。寄ってきた。おすごいな。おお。お怖い怖い。小さいのは。背中に乗ってますね。おお、すごいな。これ何頭ぐらいいるんですか？100近く。すごい。こっち見てますね。小さい猿。おい、おお、怖っ、怖っ。食べてますね。
はい、ということで、瑠璃寺の猿にね、たくさん会えることができました。皆さんもね、ぜひ来てみてほしいと思います。一生懸命ね、こう餌を食べています。おお。はい、ということで、瑠璃寺の猿に会いに来ました。ということで、瑠璃寺からお送りしました。失礼します。